小関ではね御殿場線が分岐をしておりまして、私もこれから御殿場線へと入ります。当駅からは東海道線ですけれど、東海道線じゃない、 JR 東海のね路線に入るということになります。旅を始めてから早いもんで10日が経ちましたが、もうね早速東海道 JR 東海の管内に入るというわけなんですね。これで JR 北海道、 IJR 東日本、それから西日本と東海、すでに5社のねこう JR を利用したということになり、残りはあとはもう九州しかございません。まあそれはともかくこの神津駅についてご案内をさせていただきます。この神津駅現在停車します列車は湘南ライナー、先ほどご紹介したライナー号、それから快速アクティがほとんどで、特急列車は通過、そのようなねちょっとまあ、上中下で言ったら中ぐらいにするような駅でございます。しかし戦前にねこの駅を停車していた、そんな列車どういうのがあったかと申しますと、まあもう当時まだ名前がありませんでしたけども、急行列車とかね、それから初の特急列車富士も確か停車していたはずで、他にもねもう本当に特別時代だった、本当に特別急行、まさに特別急行そのものであった特別急行、超特急ツバメ、そんなものまでねこの神津駅に停車をしておりました。じゃあ神津ってそんなすごい街だったら衰退したのか、そうではないですね。まあもしかしたら多少人口のね増減あったかもしれませんけれども、そこまで別に街自体の変化はあまりになっていないはずです。じゃあ一体何があったのかといえば、ここから先御殿場線をね全てその列車が経由していったということでございます。という申しますがね、この神津駅を出てこれから小田原、そして熱海方面に行くのは京浜鉄道ということでね、まあ一応開通はしておりましたが、それも京浜鉄道熱海までね大した輸送力もなく、ただ熱海に行くための路線、太宰治のトロッコ、太宰治の芥川のトロッコでね、まあ、紹介されたそんな路線でございますけれど、そこから先には丹那トンネルというところがありましたので、そのトンネルをね、まあ、そのくぐるということは、まあ、当時できなかったんですね。今あるんだけど昔はなかったんですね。でその丹那トンネルをね掘るのは大変だし、そんな遠く大変なとこ掘れないよ、しかも、ね、ちょっと海沿い走るんでしょ、これどうすんの、外国の軍艦に攻撃されちゃったら東海道線機能停止しちゃうからダメです、もう海軍が海沿いを走るのは許可しませんということで、山回り箱根の山をぐるっと迂回する、そんなルートが取られることになりました。そして実際にそれが御殿場線ということでね、現在では御殿場線ですが、当時は東海道本線の名前で開業しておりました。ですから東海道本線の特急は全てここからねこう入っていくということになるわけですが、ここはねあまりにも勾配が急だったんですね。最長往復切符の旅ということで知られる宮脇俊三という人のね絵本に大変分かりやすく書かれておりますけれども、この御殿場線、ここからねこう入っていくわけでございますが、その勾配は本当にきつく、当駅神津駅で補助機関車を連結する必要がありました。ですから特急ツバメ、それからね、まあ、他の急行列車ならさる急行もみんなこの構図で止まって、機関車ここに増結ということをしなければなりません。この先の沼津というのは昔は随分大きな町でございまして、近頃ちょっと衰退気味というところもあるんですが、その特急ツバメはその沼津さえ通過するような列車でございます。国を挙げての、ね、名列車でございますけれども、それでも構図に停車してここで補助機関車を連結ということをやっておりました。ちなみにこの特急ツバメ号の、ね、運転には随分と涙ぐましい努力がありまして、まずこの神津駅までこの、ね、線路も電化されていたんですね。ですから電気機関車で通常は運転をされていたので、ここから先は、ねまあ、非電化にやるから蒸気機関車に付け替えということをやっていたようですけれども、特急ツバメに関してはもう東京駅からすでに蒸気機関車での運転付け替えの時間を省くためです。で、大急ぎで神津駅で後ろに、ねまあ、2分だか3分だかその短い時間で機関車を連結し、またすぐ発車で、そして沼津駅を、ね、じゃあ停車しないで補助機関車はそのまま大阪方面まで連結するのかで、そうではなく走行中に後ろの、ね、補助機関車や蒸気機関車を取り外して、そのまま特急列車はバーッと行ってしまうなんていうこともやっておりました。しかし神津には停車しなければならなかったというわけなんですね。これが神津駅からね新しく、小田原熱海方面の線路がねこう開通ということになりましたので、結局のところですね御殿場線はもうただの、まあ、寂れた路線となってしまい、まあその後でねいろいろご紹介しようと思うんですけれども、線路は片方外されて単線となってしまいました。そして、さらにはね、まあ、もうこの辺り神津駅も急行さえも止まらないような駅となってしまったというわけでございます。ちなみにこの御殿場線ですけれども、しかしですねどうも90年代ぐらいには迂回ルートとして使われていたこともあったようで、東海道線のね木の宮駅、まあ、熱海のすぐ近くなんですが、そこのところでね、まあ、特急踊り子かなんかがね脱線事故を起こして線路が使えなくなったという時には、その日の寝台特急朝霞富士桜出雲などは全て御殿場線経由で迂回運転ということがあったんだそうでございます。ちなみに神津駅いろんな列車が通過するようになってしまって、なんかねちょっと残念な場所に思えてしまうかもしれませんが、そういうこともなくてね、町の名前からしてすごい、もう国府のね港ということですから、まあ確かに昔から主要なところだったんだろうなという感じはいたします。またねあんまり関係ないけれども、この列車がこれから分岐して進んでいきます。この列車は御殿場行きですが、御殿場というのはねこれはお殿の場所ということで、お殿様の場所なんですね。じゃあお殿様って誰なのかというと、徳川家康でございまして、家康さんがねこの御殿場のところに、まあつまり自分のね別荘を建てようという計画を出していたので、じゃあ別荘領地だねということで、お殿様別荘領地御殿場という名前になったようですが、結局別荘を建てるよりも早く家康が死んじゃったそうです。というか70歳になってから新しく別荘を建てんなよって感じなんですけどね。もしここに新郎へ戻りましたら、車掌またいとかに入れたりします。この列車のドアは自動で開けます。
ろいろね、マイスターが時間ぐらい前に来てるから、で、近くの、そうそう、マスクを伸びに行ったよ。結局、百冊やるとさ、そこに名前を塗るんだよ。そのために。次は鶴ヶ尾山、鶴ヶ尾山です。車内に車掌が参ります。切符を持ちでないお客様、乗り越し変更などはあろう。お客様、いらっしゃいましたらお知らせください。列車はただいま駿河尾山駅、ここでね今しばらく停車ということになります。単線になっておりますから反対側の列車待ち合わせということなんですね。でこの駅ではまあなんかの会社の専用線が一応ね駅の南側からかな分岐をしているようでございますけれど、当駅はね昔はもともともっと主要な駅でございました。現在でもその時代の名残ということで特急朝霧号、これがね松田から入ってくる列車ですが、松田からの朝霧号がまあ一部のみこの駅を利用する、まあ、停車するようでございます。このようにねご覧いただきますと、おそらくこれもねなんかホームとかだったんでしょうね。ここに何か立っていたと思われます。その跡がございますけれど、これもねこのようにボロボロになっております。この駅は御殿場線がねまた御殿場線になった時、まあ、要するに東海道線の新線が開通して小田原回りとなったことによって最も衰退したところの一つでございまして、山北も相当らしいんですが、この小山町ここまで相当だそうです。ここからまた富士山へのねその登山客、そういう人をいろいろと見込んで、まあいろいろとまたねここの駅の周りなどを開発などしたようでもございますが、残念ながらそれもあまりうまくはいかず、町は少しずつ衰退していったようでございます。現在はねもう今は衰退するところまで行っちゃったと思いますので、別に何て言うんですか、この状態でずっと安定していくんではないでしょうか。ちなみに、ね、本日割と天気がよろしくて富士山も見えております。やはりちょっと映ってるかなこれね。すいません、よく考えたらあれ富士山じゃありませんでした。失礼しました。それと同時にこれね、ここにまた隣の駅、このね隣の駅は足柄駅でございますけれど、小田急線にも足柄駅があり、御殿場線にも足柄駅があるということで、足柄駅の乗り換えがね、できるんじゃないかなんていう話がインターネットでも前に話題になっておりました。ちなみに歩くとだいたい4時間だか5時間ぐらいかかるそうで、山越えのルートを取るそうです。まあ、だからねなかなか大変な、この時期などは熱中症にもなりがちな過酷な乗り換えというわけで、人はこれを乗り換えと呼ばないなんていうね、そんなことも言われておりました。武蔵小杉駅などとね比較したネタで確か扱われていたように思います。御殿場に到着でございます。当駅で富士登山のお客さんがみんなおりましたので、ここから先沼津駅も引き続き2両編成ですが、割と空いていてね、車内もボックスシートになるようでございます。3一3系ってのはね、まあ、意外といろいろな種類があってね、なんか下手な機動車ぐらいにあるんですね。覚えるのも大変です。衰退したとかいう話をしましたけれども、まあ、そうは言ってもやっぱり大きいということに違いはございません。昔はね特急急行を数多くやってきた、そんなところでございましたけれど、現在はあんまりそういうのね来ることはなくなってしまいましたが、それでもやはり夜になれば、まあ、臨時ですけれどムーンライトながら、それからサンライズ出雲瀬戸なんかもやってきます。まあね沼津そういうところなんですね。本当はね新幹線が止まるようなところだったらもうちょっと良かったんでしょうけれども、新幹線の停車駅はね三島となっております。のこの時間帯でも東海道線はバッチリと混んでおります。ね、やっぱり JR 東海ってのはね、なんだかんだ言って、昔駿河シャトルとか言ってね、この辺の列車の本数を減らして、本数を増やして、その代わり編成を短くするみたいなことをいろいろやったんですが、それはね、随分と功を奏したようです。それは確かにね、無駄に長くてね、たまに来る列車よりも、まあちょっとはね、まあ、短くはなっても、いっぱい列車が来る方が便利ですよね。皆さん本日もご視聴ありがとうございます。当チャンネルにはスポンサーになってくださっている方がいらっしゃいます。まずお一方というか両方とも同じ方がやってらっしゃるんですが、お店が2つございます。
まず一つはインドアラブ民族衣装専門店のジジさんで、このような衣装をねお借りしているわけでございます。この衣装はね、まあ、こう私みたいな個人に貸すというよりもどちらかといえばイベントでの貸し出しですとか、それからまあテレビの撮影などね、そういったまあ大規模な貸し出しなどが多いんだそうですけれども、これはね日本で唯一こういうことをやっているところで、東京の神楽坂にあるそうです。またもう一つ同じくね東京の神楽坂にあるんですが、こちらは今度日本ボディアート協会さんというものです。これはね今度、まあ、顔ですとか手ですとかもちろん全身足の裏までこのねタトゥーを入れるというものでございます。タトゥーというとねこう掘ってなんかこう、ね、傷をつけるなんか悪い人がやるみたいなイメージもあるかもしれないけど、そういうのではなくインドとかその辺りの地方でですね、もうこう伝統的にやられているそのような染色による方法なんだそうです。まあ、つまりこう肌にね色々とこう色素を塗って、それをこう染色して、それでね1週間から2週間まあだいたい2週間程度だそうですが、こうしばらく持たせる、そんな方法のタトゥーでございます。日本ではあまり知られておりませんけれども、ヘナタトゥーですとかねジャガータトゥー、そんなものがね現在ではこう少しずつブームになっているそうです。いや、もし皆さんもねご興味があるようでしたら、直接この動画の下のね説明欄のところにリンクが貼ってありますから、それをご覧いただいてもよろしいし、あとよろしければ知り合いにこういうの興味がありそうだなという人がいたら、ぜひこれもねこう口コミなどでお伝えいただけると幸いでございます。それでは本日もご視聴ありがとうございます。これはねここで落ちてた浮き輪でございます。ありがとうございました。